こんにちは、あつです。こんにちは、きのです。はい、今回もあつゆがハイスクールをやっていこうと思うんですけれども、よろしくお願いします。あれ、これってどこの問題だっけ。これは横浜国立大学の2016年。なるほど、横国ね。横国、頭いい学校かな、頭いい学校です、ねね、です、はい、はい。で、これもね、また会話です、ね、会話をちょっとね、多めに取り上げてるんですけれども、はい、まあ、かずえちゃんとけんくんのお話なんだけれども、はい、うん、ちょっとゆっくり。じゃあ私、かずえやって、ね、そうですね、見学ちょっと心込めて、気持ち入れてお願いします、ね。あ、わかった、わかった。声低めで、はい、いきます。 Ken, you own a smartphone, don't you? Yes, I've had mine for almost 2 years now. I couldn't have lived without it. I've been thinking about getting one too, but they're not cheap, and the monthly fees are much higher than those for a basic cell phone. So I'm trying to decide if it would really be worth all of the extra costs. What sorts of things do you use your phone for?うん、トイックの店員みたいだったね。すごい。なんかびっくりマーク弱くなかった今よ。あ、without it とか言った方がよかった、ね、うん。そう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 。I couldn't have lived without it。なるほど。Okay. ごめんなさい、ちょっと。OK。で、かずえちゃんが言ってんだけど、うん、Ken, you own a smartphone, don't you?、うん、っていうことで。時代を感じます。時代感じるね。みんなスマホ持ってるけど、ね、でも2016年って言った。2016年、最初の iPhone 出たのって何年なんだろうね。いや、もうずっと前でしょ。2011年とか10年とかそれぐらいじゃない。なんか10年まだやってんでもほら、私アメリカの高校1年生の時に、うん、めっちゃぶっとい iPod 持ってたの覚えてる。白黒だったしかも私。あ、一番最初じゃん。くる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 っていうやつ。あ、だった。で、ここ2年生ぐらいの時にシャッフル出て、最初は、うんうんうん、で、3年生ぐらいの時に iPad、 違う、なんだっけ、 iPod Touch だ。タッチ、タッチが出たんだよ。懐かしい、時代感じる。時代感じる、言わない方がいいよそう、結構前じゃない。で、スマートフォンをオンってことは持ってるって、うん、所有してるって、うんうんうん、You have でもいいんだよね。You have a smartphone でもいいけど、うん、You own a smartphone、まあ、所有してる、はい、うん、よね、よね、うん、ごめん、また俺 Don't you って言ったけど、これはもう解決済みだろうね、うんうん、イギリスとあれの違いだね、うん、で、スマートフォン、Don't you、うん、Don't you、 okay、 持ってるよねと、うん、で、ケンが Yes、 はい、持ってますと、うん、I've、 これで、まあ、I've had mine、 現在完了形だから、うん、過去から今までずっと持ってるっていうことが表されてるんだけど、うん、I've had mine for almost 2 years now、うん、で今になってもう2年ぐらいずっと持ってるっていうことだよね。でここまではそんな難しくないね、うん、で、これもよく出る。 I couldn't have lived without it、うん、I couldn't have done without something の形で、うん、住むこと、まあ、生きること、これ生きるだね、うん、生きることができなかった、うん、これがなければっていうことで、うん、まあ、それだけスマホ最高だったっていうような話をしてるっていうことだよね、うん、今問題になってるネット中毒の。ネット中毒ですよ。あ、本当だね。そうですよ、もう手放せないっていう感じだね。現代っ子です。現代っ子。それに確かにかずえちゃんもね、うん、そうか、かずえちゃんはもうそういう、もうちょっとそういうのがかなりね、うん、離れてる感じだよね。そうですね、うん、ガラケーを持ってそうだもんね、うん、この感じだと。ガラケー持ってて、ちょっとスマホにしようか、うん、どうしようかな、ケン、うん、どうって言ったら、ケンがソシャゲ楽しいって言ってでしょ2016年だよ、でもわりかし最近。なるほどね。で、ちなみにガラケーは英語でフリップフォン。フリップフォン、うん、ね、フリップするから、フリップフォン、うんうん、で、ちなみにそのソシャゲって言ったけどさ、ソーシャルメディアとか SNS って日本語で言うじゃん、うん、SNS っていうのはソーシャルネットワーキングサービス。ソーシャルネットワーキングサービスで、これは英語では使われるの、うん、SNS ほぼ使わないですね。使われない、じゃあ和製英語なのかな。そうですね。なるほど。なんか普段、うん、SNS 持ってるって、何かしらの、うん、持ってるって聞くときは、うん、あえてその個々の存在する SNS の固有名詞を出して、うん、Do you have Facebook or do you have Instagram っていうふうに聞きますね。なるほど。
じゃあこれスマートフォンっていうふうに言ってるけど、うん、これも Do you have a smartphone? じゃなくて Do you have an iPhone? とか、ちょっと昔に流行ってた BlackBerry っていう機種だったりとか、うん、Do you have an Android? っていう感じで、それぞれの固有名詞で、うん、言ったりすることの方が多いかな。なるほど。じゃあスマートフォンとかフォンとか、うん、まあ確かに、まあ、オーストラリアだったら、うん、フォンとかモバイルって結構聞いたんだけど、うん、確かに iPhone とか、ね、うん、Android って言ってることもたくさんあったかもしれない、うん、ちなみにセルフォンって言いますか？いや、一回も聞いたことない。聞いたことない。あ、そうなんだ。それはアメリカなんだね。日本にいる時にめっちゃ頑張ってさ、うん、セルフォンね、使って練習してさ、うん、でセルフォンのセルはあれから来てるとかさ、セルフォン、そう、細胞だよね、セル自体のね、うんうんうん、で、それのセル、セルバル、うん、セルラー、ね、その細胞のって形容詞が来てんだよね、うん、とかさ、そういうのも知ってさ、セル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 って言ってたのにそう、オーストラリア行ったらみんなモバイル、モバイルって言うから、うん、うん、ね、全然使わない、ちょっとモバイル、アメリカじゃモバイルは聞かない、ね、Do you have mobile? モバイルナンバー、モバイルナンバーは、セル、え、なんていうの、セルフォンナンバー、セルフォンナンバー、うん、セルフォンナンバーとは言えない、言わない。フォンナンバー。セルフォンナンバーか、What's your cell? っていう。ああ、What's your cell?、うん、なおね。で、What's your number? ってことだ、うん。What's your number? なるほど。うん、はい。はい。で、かずえちゃんが、I've been thinking about getting one too.、うん、私もずっとスマホ手に入れようかって考えてるのよ。うん、っていう感じだね。うん、think about 何について、うん。ついて考える。現在完了進行形ってやつですね。あ、have been、ね、have been thinking about getting one too、うん、ね、で、このこれさ、発音してみて、うん、been めっちゃ短いよね、うん、ね、have been thinking about getting one too、うん、イギリス英語だったら長いんだっけな、うん、